ました。ナイスバトルだったぞ。オス、しかしネジたちの方は大丈夫でしょうか。おそらく同じトラップが。いやあ、この程度ならば問題あるまい。なんせ我が外藩の一員なのだからな。確かに。さて、あとはカカシに連絡を入れねばな。たった今、ガイたちから札を剥がすことに成功したと連絡が入った。それじゃあ、俺たちも行動開始だ。まずはこの岩を壊す。頼むぞ、さくら。はい。さて、みんな準備はいいな。はい。ガラ、今行くからな。よし、行くぞ。ああ、やってやる。こいつが人中力かな。イタチのやつが言ってたことは当たんのか。もう少しでこの葉の連中は到着する。サソリ、デイダ、二人でやつらを始末しておけ。ただし人中力は生け捕りにしよう。イタチ、キュービの人中力はどんな野郎だ。一番最初に大声で怒鳴ってくるやつがそうだ。なんだそりゃ。もっと具体的な特徴はねえのか。
たく、もう少しまともな特徴はなかったのかよ。ガーラ、てめえら、てめえら、ぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる、うん、おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ、旦那。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。うん。てわけで、風影はオイラが預かるぜ。じゃあな、旦那。待ちやがれ！ナルト！ちっ、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は、外の奴をやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。わかった。対面だというに、ずいぶんな言い方じゃな。とうに引退した身のあんたが、この俺にかなうと本気で思っているのか。何事もやってみなければ、その答えはわからぬ。減らず口よ。減らず口かどうか試してみるか。安い挑発だ。だがいいだろう、あえて乗ってやる。ヒルコを脱ぎ捨てたか。ヒルコ、今までのあやつはヒルコという傀儡を身にまとっておったのじゃ。じゃあそれを脱ぎ捨てたってことは、あやつめ、一気に型をつける気じゃ。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるにはこっちの姿の方がいいだろうなあ、ジオバー様よ。あれが本当の姿。この姿を見せた以上、お前たちはもう終わりだ。ふん。お前が重ねてきた罪は、身内であるわしと、そしてこの二人で清算してくれる。それか。そうじゃ、お前が作った最初の傀儡、父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぜ。くだらねえ。さっきも言ったがな、それはやってみなければわからぬ。
これ以上話をしても無駄だな。さっさとやるか。気をつけろ、さくら。あやつの恐ろしさはクーズだけではない。仕込みに染み込ませてある毒にも注意しろ。少しでも体内に入ればそれこそ命取りじゃぞ。はい。絶望をくれてやる。この取っておきでな。